あ皆さんはどんな会社であれば忠誠して長く勤めると思いますか日本でもすごく今転職が以前よりかすごく流行っている時代になってきていますなので一つの会社に一生勤めるってことはほとんどもう日本でもなくなりましたけれども日本だと一つの企業で働く期間っていうのは約12年というふうに知られています そしてアメリカに行くとその期間はたったの5年なんだそうです。なので日本は12年1つの企業、アメリカは5年に1回会社が変わるというに言われていますけれども何があれば社員たちは会社に長くとどまるのか会社の中にそういうのを調べるワークプラウドという会社があるんですね彼らはグローバル企業に勤める1000人以上の人たちにアンケートを取ったそうです。どんな会社だったら長くいられそうですかそしたら 一つ共通点なところがあって仕事を誇りに思えるそういう仕事をして会社を誇りにすることができる、so、proud of my company 私の会社を本当に誇りにするという人たちであるならばそこにとどまる確率は6倍に増えるんだそうです6倍そしてさらに給料がそこからもうちょっと上がっていくと残る確率で8倍に上がるというふうに言っていました なので会社はそれぞれそういう誇りを持つことのできる会社文化を作る必要がありますというふうにアンケート結果を出していますけれどもそのデータを見ながら私が思いましたクリスチャンがイエス・キリストを誇りに思うならば信仰を捨てることはないだろう神様から遠ざかることもないだろうというふうに思いました本当に私はイエス・キリストを誇りに思っているのですという。 思いがあるのであれば首都パウロが言うように私にとって生きることはキリストそしてキリストの故に死ぬことがあったとしてもそれは私の益ですという告白ができるのであればそれは本当にキリストに対する誇りを持っているというように言うことができると思います皆さんそのような信仰はどのようにしたら育ちますかどうしたらそのような信仰が にまででで成長するることができるでしょうか今日の聖書箇所を見ると全て答えが出ているわけではないかと思いますけれどもその秘訣が少し得られると思いますそれは見言葉を通して私たちが成長できるキリストを誇りに思えるものを持つことができるというのを見ることができますで今日の箇所を通して人が聖書知識を通して 成長しキリストを誇りと持ちそれをまた実践していくのはどういうものなのかを一緒に見ていきたいと思います私たち続けて今人の働きずっとシリーズで見ていますやっと今17章まで来てるんですけれども先週と先々週の話っていうのはピリピリであった出来事を2週間話しましたリディアに出会ってまた牢屋に入れられてシラスとパウロが牢屋に入れ,られた話を先週見ましたね で今日は新しい地方に来ます。新しいところですね、テサロニケという町に来ます。でテサロニケは2000年前に非常に大きな都会でありました。当時、アテネもすごく大きかったんですが、アテネと同じぐらいの人口の20万人ぐらいがいる町がこのテサロニケでありました。ちょっと地図を見てみますと、 こういうビア・エグナシアというエグナシアというローマのリーダーの一人の名前をつけてこの道路名を決めたらしいんですけれどもこの一番右側はトルコトルコですバイゼンティウムというところからずっとローマに向かう道をハイウェイを紀元前2世紀にローマが建てたんだそうですこれ他の国に攻め上がるときにも道路があればすぐ楽ですあと 税金とか資源を持ってくるにもこういう道路が必要でありました。なのでこの道路を作るんですがその道路の中に見るとその道路の中にテザロニケが入っているのがわかります。なのでこの道路は主要都市を中心にローマまで続く道を作った、まあ、日本で言えば新幹線の駅どこになるのか決めたようなものです。新幹線の駅。 そして今日ベレアという町が出てきますけれども後半11節からベレア出ますがベレアはこの道から外れますなのでそこまで主要都市の一つではなかったということが分かりますけど一応そのテサロニケっていうのがピリピンも入ってますけどテサロニケも非常に大きな町であったというところが分かりますそこに来ての今日のエピソードを見ますけれどまず一番目のポイントは 見言葉をしっかり自分のものにする信仰というのを一番目のポイントで考えますで今日のメッセージの大半7割8割ぐらいはこのテーマでちょ語っていきますけれども今日の1節のところから見ていきましょうテサロニケに彼らが来てユダヤの街道がありましたピリピではユダヤ街道なかったんですけどここにはユダヤ街道がありますそして2節を見ると パウロはいつものように人々のところに入っていき3回の安息日にわたって3週連続にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った英語の表現だと reasoned なので、まあ、理屈を使って説明をしたというのが分かりますそして3節を見てください パオロがいつもユダヤ教の街道に行って伝えたメッセージは一緒です。ほとんど一緒です。それは、旧約聖書が語る救い主っていうのは、このナザレ・イエスという人が予言された、それを成就する救い主であります。予言されたキリストはナザレ・イエスですというそのメッセージを伝えるものだったんですね。この3節を見てもそれが分かります。なので、パオロのメッセージっていうのは、 酒とタバコをやめて良い人間になってくださいというメッセージはありませんでした。イエス信じてみんな金持ちになってください、大成功を収めてくださいというメッセージでもありませんでした。幸せになりましょうというメッセージでもありませんでした。キリストがあなた方の罪のためにこの地上にこれは予言通りに来られ十字架の上で亡くなられ、その許しは本物であるということを復活を通して証明されたのですというメッセージがパウロが彼らに伝えていたメッセージでありました。 そしてその距離をただ宣言するのではなくて3節の終わりを見てもわかるんですが説明したって書いてありますよ説明日本語では論証した英語の表現を見ても explaining and proving 必要な部分です ある人はメッセージというのは宣言で終わり宣言すれば精霊が働いて信じるもちろんそういうことはありますでもパウロのやり方を見ると宣言した後に説明しますそれを解き明かしますその人が理解できるようなレベルで例えを持ちで話したことでしょうなのでその説明をして論証したというのがあります4節続けてみてくださいその説明を聞いた人たちが出てきます 彼らのうちのある者たちは,は納得してパウロとしたシらスに従った。なのでその説明を通して納得して信じる人々が出てきました。神を敬う大勢のギリシャ人たちやもうすでにユダヤ教信仰をある程度持っていたギリシャ人たちですね。そしてかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。 かなりの数なので,わかんないです数十名のことなんか数百名は分かりませんけれども多くの有力な婦人たちが信じたもともとギリシャ語でうその有力な婦人たちを探してみますとプロトスという最初の婦人たちっていう意味なんですがランクが高い人たちっていう意味ですなので貴族の人たちだったかもしれませんランクの高い 女性、婦人たちが納得して信じた。ピリピでは金持ちの証人であるリディアがいましたね。テサロニケに来て福音を述べ伝えたら、ここに有力な婦人たちも福音を受け入れるというのを見ることができます。これを見ると、福音メッセージというのはもちろん貧しい人にも伝えるべきであり、そしてこのように有力な金持ちの人であっても、福音メッセージというのは伝えられるべきであります。 田舎の町でも都会でも福音メッセージは必要とされます人の働き8章を私がメッセージ皆さんと分かち合った時にパオロがたどった宣教のルートっていうのは主要都市を中心に回りましたという話をしましたそして主要都市を回るのが戦略的宣教のルートであったという話をしますけれどもそれは都心から影響力が残地方にあ,あ。 こうやって及んでいくっていうそういう影響があるからという話をしました英語では RIPPL EFFECT 波及効果と日本語で言うんですが連鎖反応が起こる首都圏から残りの地方の方に影響力がいくっていうのを見ることができますそれにおいてテサロニケ教会がとても良い例ですテサロニケ教会は都会の教会でありました人口20万人当時としてはとても大きな都会でしたけれども 彼らの教会の評判が地方の方に行き渡っていくっていうのを見ることができます。第一テサロニケ。ちょっと開いてみましょうか。第一テサロニケ。一章の。六節から八節。このテサロニケ教会の影響力を見てください。 これパウロがテサロニケ教会の人々に書いた手紙です。あなた方も多くの苦難の中で精霊による喜びを持って御言葉ばを、そこにあるみ言ばを受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。テサロニケの人々が神に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアと 赤い家にいる全ての信者の模範になったのです赤いっていうのは南地方のコリントとかがある地方のことを指しますなのでマケドニア地方と赤い家にいる人たち全ての信者の模範になりました8節主の言葉があなた方のところから出てマケドニアと赤い家に響き渡っただけでなく 神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのために私たちは何も言う必要はありません。わざわざテサロニケの人たち信仰のいい人たちをパウロは宣伝する必要がないというんですね。すべてもう知られているからそれほどテサロニケの教科がやがて信仰が成長し良い評判をもたらしたということを見ることができます。都会の人々が 生きた神の御言葉を受け入れこのようなことが起きたなので教会の主な働きっていうのは教会に来る人々を楽しませましょうエンターテインメントで楽しませましょうではなくてそれを提供するものではなくて生きた神の御言葉を提供する場所が教会でありますそれによって人々が成長していくそして福音の影響力はどんどん地方のに広がっていく 人の働き今、17章を今日見ていますけれども、フィリピンの16章というのは、よく祈りが大きなテーマだったというふうに言われます、祈り。リディアが集まっていた祈祷会祈りによって、その働きが始まったとか、あとは牢屋に入れられたときに、祈りと賛美を持ってパウロが知らす奇跡が起きた、なので祈りというのが16章で思い出ますけれども、17章に来ると、御言葉が大きなテーマなんだそうです。 The word of God, 御言葉御言葉によって選挙の働きが前進していく。The word of God is making a difference. それが17章で見ることができることであります。今日の箇所に少し戻りたいんですが、5節から9節っていうのは、後にまた2つ目のポイント、最後の結論のところで見ていきます。 でここでも、今日の箇所ちょっと見られますか、5説とか見ると、パオロとシラスがあその迫害が起きることによって暴動を起こして迫害が起こりますけれども、この迫害によって予定していなかった違う街に行きます。これ、多分、パオロも大都会中心に行くのをよくやってたので。 ベレアという町に行こうとは計画に立ててなかったと思います。でもベレアという10節から見ると小さな町に小さいと言っても当時の感覚だとよく約1万人ぐらいの町じゃなかったかなと言われるところなんですがベレアに向かっていきます。10節から見てください。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシュランスをベレアに送り出した。 そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。なのでその町にもユダヤ街道があったんですが、11節この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。12節それで彼らのうちの多くの人たちが信じたまた。 ギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。この11節に戻って、素直という単語が書いてあります。素直。英語ではそのままノーボーというふうに書いてありますけれども、ユゲネスというギリシャ語単語なんですが、開いてみるとこういう意味なんだそうです。心が開いていて、心オープンで、偏見がなく、 資料深い、very thoughtful という意味があるんだそうです。素直という意味は。あ11節を見るとそのまま意味が説明されているんですが、非常に熱心に御言葉を受け入れ、情熱があったということです。果たしてその通りかどうかを毎日聖書を持って調べた。で2000年前にテサロニカに個人個人が聖書を持っていなかったです。彼ら毎日一緒に街道に集まって、 語り合いながら聖書を読みながら本当にそうだね、そうだね、確かめ合ったという意味ですで。彼らのこの特徴を見ると言えることなんですが、一言で言えば、彼らは心はオープンでしたが、決してナイーブではありませんでした。これ違いがわかりますか心オープンだけどナイーブではない。ナイーブってどういう意味ですか皆さん。日本ではナイーブっていうとどんな意味で捉えますか 世間知らずとか馬鹿正直な人すごいナイーブな人だねっていう風に素直すぎるねっていうそういう風に言いますサンタクロスを信じている子供を見てナイーブだねって言いますよね皆さん小学生たちがサンタクロス信じているなんか可愛いですよねあ,あまだサンタクロス信じているんだっていう風にでも二十歳になってサンタクロス信じているとどうですか二十歳になって おい大丈夫かって感じかかもしれないおいお大丈夫か素直すぎるよ。You're too naive。そういった意味でナイブという単語を使うことができます。ベレア人たちは素直でありましたけれどもナイーブではありませんでした。どんなゲストスピーカーが来て話してもそれをそのまま100%聞き入れるっていうわけではなくて果たして本当にそうかどうかを聖書を持って根拠を持って確かめたっていうのがベレア人たちです。 賢い人たちですどんな PhD を持った博士号を持ったスピーカーがここにやってきて話したとしてもあなたが PhD を持ってるから信じますではなくて神の言葉聖書がそう語っているから信じますという姿勢だったってことです賢い人たちです皆さんどうですかベリア人のような信仰を皆さん持っていますか私が20年前に アメリカのニュージャージーでユースパスタをしていたとき、進学校に通いながらニュージャージーの教会で使いましたけれども、中高生たちを指導していて、毎週金曜日の夜に聖書勉強会やってたんですね。で、聖書勉強会でいろんなことを教えたんだけど、まだ進学生だったからちょっとあの知識も足りなかったかもしれません。あることを教えたら生徒1人が手を挙げてこういう質問をしたんですね。その教え、聖書の中にどこにあるんですかっていう質問をしたんですね。Where in the Bible does it say? It 私も戸惑っちゃってああどうしようどうしよう困った生徒だねと思ったんですけれども賢い質問ですその教えが聖書のどこにあるのでしょうその手を挙げた生徒っていうのは名前は言いませんけれども私ととても親しい生徒でありましたで彼高校生16か17歳だったんですがアメリカは普通 16歳になると大体運転免許を取る準備をするんですねで。運転を誰が教えるかというと、ほとんどが親が教えます。親が子供に運転の仕方を教えます。でその子は親と離れて住んでいたんです。親族と親戚と住んでいたんですけども、誰も彼には運転を教える人はいませんでした。誰が教えたと思いますか私が <laughs>。 私当時23歳とか24歳だったんですけれどもその前に車壊れて新車を買ってたんですねちょうどホンダセビックの新車を買っててすごい大事にしてた車なんですけど彼に運転練習をさせたんですね2回本当に大きな事故に遭いそうなそういう時もありましたけれども彼に運転練習を数週間多分56週間ぐらいずっと練習をさせてたんですねでそれをいまだに彼は忘れてないんですね20年前の出来事はあーって ドリ,ュドリュー伝道師が私にその運転練習をさせてくれたっていうのいまだに仲のいい生徒なんですがその生徒がそんなに関係のいい生徒が手を挙げて聖書の中にその教えどこにあるんですかっていう質問をするわけですすごいなあなたの度胸はすごいなって言いたいんですがこの皆さんこの違いが分かりますかあなたとの関係はあなたとの関係でも神の教えは神の教えこの区別が分かりますか その生徒というのは去年アメリカに行った時にもワシントン DC で会ってきました家に泊まってきましたすごい仲いいですいまだにでもその区別分かりますかあなたとの関係はあなたのとと関係でも神の教えは神の教え聖書にどこにあるのかは知る必要があります教会教師としてまた信徒として本当に必要な部分は何かというと 牧師が私にすごい優しいから私この牧師が言うことを何でも聞くっていうそういうわけではないです危ないですそれ危ないです牧師が私に優しくてもそれが聖書の教えであるのかどうかっていうのは確かめる必要があるということです私がこれを信じるのは優しい牧師が語ってくれたわけではなくて神様の御言葉だからそれが真理だから私は受け入れますという立場です なので、牧師は自分の思想を教えるわけではありませんよね。見言葉を教えますよね。ベレア人たちは、その信仰を持っていたということです。11節で調べた、調べたっていうのは、法廷が、これは真理かどうかを区別した、その調べ、同じ単語が使われるんだそうです。そういった部分では、鋭かったベレア人たちです。調べた結果、12節にどうなっていますか先ほど読んだ12を見ると、 多くの、彼らのうちに全員ではなかったんですけど、多くの人が信じた、論証して、語り合って、聖書を確かめ合って、信仰に入ることができた、信仰につながったということです。聖書の御言葉を受け入れるとは、黙想することでもあり、やがてその御言葉っというのが、霊的に自分の肉と骨になっていきます。自分の一部に、体の一部になっていきます。御言葉が 日常の生活の中でこういう場合はああいう場合はどのようにこれを実践に移すべきなのかというのが頭に入ってくるわけです。自分の体の一部になっていくので浸透していくので西洋のことわざで早く沸騰した水は早く冷めるというものがあるんだそうです。恋愛もそうかもしれません。 早く冷めてしまうような場合があるかもしれません。早く沸騰した水はその分早く冷めてしまう。何を教えていることわざかというと、それほど時間をかけて熟したものの方が長続きしますよということです。さっと聞いて、はい、信じました。OK。No problem というよりかは、時間をかけて聖書どこにそれが書いてあるのですか自分で調べて聖書を開いて学んだ人の方がずっと残ります。 私も説教を毎週しますけれども勉強した分その箇所というのが自分のものになります次回そのところをデボーションした時にも全然違いますわかる意味が分かるので時間をかけて熟した御言葉が自分のものになっていくクリスチャンホーム育ちの人たちはそこがし他の人よりかは利点かもしれませんけれども賛美の中でこういう賛美があります 日本語の賛美だと私もあんまり慣れてなくてあれなんですがああ世にも遠ととく、清き踏みあり古く汚れてはあれどという賛美があるんですね英語の賛美だと There's a dear and precious book という賛美です皆さん多分ご存知の方多いと思いますこれ私は本当に小さい時からよく韓国語でこの賛美を聞いた記憶があります で韓国語ではどういう賛美歌詞かというと、そして、コーラス部分はキューハーダー、キューハーダー、本当に貴重だったね、貴重だったね、貴重だった、ね、これ歌詞意味を言いますとここ書いてあるんですが、 私が小さい時に母の膝の上に乗って遊んでいた時に聞いていた聖書の物語今でも覚えています母が語ってくれたその聖書の物語本当に楽しいそのストーリー聖書の物語だったんですねその書物は大好きですその聖書大好きですという賛美歌詞になっています 聖書の見事繰り返し繰り返し聞いたことによって自分の中にとどまるようになった自分の一部となったそして聖書を愛するようになったそれを語る賛美歌でもあります少しこっち行ったりあっち行ったりして申し訳ないんですが支援一辺を見るとこういう箇所があります一 幸いなことよ、悪しきもののりごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざけるものの座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。 御言葉を口ずさむ人自分の一部になっていくその人はすべてのことにおいてもちろん霊的な視点で神様からの視点によってすべてのことにおいて栄えていくすべてがうまくいっていく皆さんに一つ質問しますけれども皆さんは聖書を学んでそれをディスカッションすることでまた黙想することで それを繰り返して思い起こすことで自分のものにしていますかそれとも全部帰り道にこぼしていますか全部落としていますか御言葉は自分のものにしているでしょうか今の時代っていうのはだんだん教会に通う人たちが聖書をだんだん知らなくなっている時代ともよく言われます。 アメリカではもうすでに起きていることですし、日本でも教会長年通った人と会話してみても、あれこの話わからないですかっていう、たくさん見ることができます。アメリカではアンケートによると、高校卒業した人たちにアンケート,アンケート調査で、ソドムとゴモラってご存知ですかって聞くと、半分が、え、何それ、夫婦の名前ですかって言うんだそうです。ソドムとゴモラ、それほど今、無知になっている時代なんだそうです。 そして多くの教会通うクリスチャンがイエス・キリストはこの地上にいた時に罪を犯したことがあるっていうふうに信じているあれ聖書を本当に知らない世代だなということを知ることができます聖書が自分のものになっていかないといとも簡単に異端の教えに振り回されていきます異端の方でこの教えをしたらあそうかなこっちの異端の方でこういう教えをあそうかな 統一教会なんかではアダムとエヴァ、エヴァの方が蛇に誘惑されて蛇と関係を持ったとっいうふうに教えられています。だからそれを結婚祝福式によってその呪いを解かなきゃいけない、祝福しなきゃいけない、そういう教えがあります。でも聖書ちゃんと知らない人はあそうなんだ、新しいことを学んだ、そう言っちゃいます。なので、見言葉というのは学び、 聖書を通して確かめ自分のものにしていく必要があります。なのでその長い一番のポイントでしたけども一番のポイントは御言葉を自分のものとしていく信仰そして二番目のポイントは一緒に二番目と結論にまで持っていきます。二番は 御言葉の信仰が実践される信仰へ先ほど読み越したところなんですけれどもベレアに来る前に一つの出来事が5節から9節まで起こりますねでこの5節に戻ってちょっと見てみましょうかヤソンという人が出てきます英語ではジェイソンこれデサロニカで あまあ、ヤソンの家にパウロたちが泊まっていたみたいなんですね。でそこに何が起きるかというと、説見てくださいところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを、まあ、不良たちを集めて暴動を起こして、町を混乱させた、そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった回収の前に引き出そうとした。 なので、この不良たちがやってきたユダヤ人たちが不良たちを雇ったわけですね。ヤクザたちを雇って、このヤソンの家を襲ってきました。そしてこのパオルとシラスを出しなさいという、引き出そうとしたというのが分かります。でも6節見てください。しかし2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。 世界中を騒ががしててきた者た者ちがここにも来ています7節ヤソンが家に迎え入れたのです」「彼らは皆イエスという別の王がいる」っていうように「カエザルに歯向かっている」っていうことを訴えるわけですね7節でなので8節でそれを聞いた役,役人たちは結局9節を見ると保証金を出してヤソンと兄弟何人かを釈放したっていうのを 見ることができますなのでこのヤソンの家にこの群衆といいますかヤクザたちと一緒にユダヤ人たちがやってきて家を囲むような形襲いますけれどもこれ旧約聖書のどこかのエピソードとすごく似てませんかあまり似てないですか四式の十九章を見るとレビ人とレビ人のそばめ。 そばめが一緒に旅をするベニヤミンの町に泊まったという箇所があります、四字記の十九章に。それ、どんな出来事かというと、レビビトは教職者のような、牧師のような人でね、レビビトとそばめ、女、使い人が、ある人の家に泊まりますけれども、そこの人たちが暴動を起こしそうになって、その家を囲みます、その人たちが泊まりに来た家を。そして、その旅に来ている、ここに来ている男性たちを出しなさいと言うんですね。 で最終的に男性たちが出ることなくレビ人のそばめを出していきますそしてその女使い、召使いは一晩中ひどい虐待を受けて翌日の朝帰ってきますけども結局死亡します死にますリンチに受けて虐待を受けて亡くなったというそういう出来事ですその家を囲んでいった今日のこの箇所を見るとヤソンの家を襲ってくるわけです ユダヤ人たちの感覚から行けば誰が出るんだろう Who's gonna go out? その昔の史跡の話だとレビビトのヤモメが出たんだけどここでは誰が出るんだろう誰が犠牲者になるんだろうヤソンと何人かの兄弟が連れて行かれます。ヤソンが皆さん考えてみてください。 選挙者たちではなく、パウロたち、選挙者たちではなく、ヤソンと兄弟たちが捕まえられていきます。誰がこんな身代わりになるでしょうか。最後まで彼らは、多分パウロと知らず隠していたんだと思います。見つからなかった、隠していたんだと思います。そして自分たちが捕まえられていく。ヤソンを考えてください。彼もおそらく福音を聞いて信じた信者だったと思います。 宣教師を連れて行かせるわけにはいかない。牧師を連れて行かせるわけには私が代わりに捕まえられます。自分が出ていくわけです。罰金も保証金も私が代わりに払います。誰がそんなことをできますか誰が who, ?Who does that? 誰がそこまでやりますかイエス・キリストの 価値を知っている人ならば、イエス・キリストを何よりも大きな誇りとする人であるならば、可能だったかもしれません。皆さん、想像してみてください。教会に通う人でも、一生懸命通う人でも、ヤクザが皆さんの家に来て、皆さんの家を囲んだとしましょう。もう教会行くな。迫害したとしましょう。皆さん、次の週、教会来ますか難しいことです。数ヶ月休みますってなるか、普通だと思います。 脅かされて自分の評判や家族にまで危険が及ぶかもしれないようなリスクを持って誰がこんなことをしますかヤソンがやっています。ヤソンは、イエス・キリストが私たちを永遠の束縛、永遠の地獄の呪いから私たちを完全に解放させてくださったという信仰を 持っっていたた人だったんでしょうそれを何よりも大きな誇りとしていた人だったでしょうそしてそれに従う実践をしているのが分かります今日この話を結論にヤソンの話で結論付けたいんですけれどもヤソンという名前アメリカではジェイソンという名前たくさんいますジェイソンこれギリシャ風の名前なんですねヘブル風にこの名前を変えると ヘブル風では、イエシュワって言うんだそうです。そして2000年前は、イエスという名前です。イエス。ジェイソンというのはギリシャ語でヘブル風に言うと、イエス。イエスという名前。私たちの多くは、どんなに信仰が成長しても、ヤソンみたいになれる人は少ないと思います。こ,この中で一人二人であればすごいと思います。私にはなれないかもしれません。ヤソンみたいには。でも聖書はこう語ります。 私たちには、野村のように、私たちのために代わりに命を捨ててくださった方がいるのです。私たちの代わりに法廷に捕まえられて連れて行かれた方がいるのです。その方は私たちをかばう必要はありませんでした。しかし、そうされたのです。もし私たちのために不利になるのであれば、関係を切ればいいことです。しかし、関係を断たれることなく、 知らないふりをされなかった救い主が私たちにはいるのですというふうに聖書が語ります。最後まで私たちを捨てなかった方がいますという,うに過去に教会の中で誤解が生じて話し合いましょうかというふうに数人で集まったことがありますけれどもその時に私をサポートするためにある男性信徒が 水曜日だったか木曜日だったと思うんですが一緒に集まって話をしたことがありますその男性は自分の仕事場早上がりであの昼後にもに半日休みを取りますということで休んできてくれたんですねそしてその誤解を解くために話を5時間以上私たち話しましたその方と他の人と一緒に話したわけですけれどもその男性信徒にとって不都合です仕事あるのに 不都合ですしかし最後まで関わってくれたそのおかげで誤解の9割は全部解けましたその5時間の会話の中で,で私はあまりにも感謝でその最後に5時間話し合って最後に祈りをしますけれども最後の祈りで私がすごい涙が出てきたんですねそうほっとした涙っていうかこの信徒が最後私を思ってくれて最後まで共にしてくれたことがあまりにも感謝で 神様感謝で涙がボロボロ出たんですね。感動を覚えて。イエス・キリストはあなたを救うことを不都合だと思われませんでした。Jesus never thought it was inconvenient to save us。キリストはあなたをかばうことを躊躇されませんでした。イエス・キリストはあなたのために命を捧げることを ししむことをされませんでした聖書が語る本当のヤソンは私たちの救い主イエス・キリストであるということを語ってくれます教えてくれます皆さんもしイエス・キリストが私たちをこのように救ってくださったのであれば私たちとこの聖書の御言葉っていうのは私たちと聖書の御言葉の関係は どう変わりますか聖書というのは独裁者の神様があなた方みんなこの命令を守りなさいというようにそう与えられてくださった命令ではありません。独裁者がくれた命令ではありません。この御言葉を私たちを誰よりも愛される神様がくださったメッセージとして受け取ることができます。 救い主が本当に私たちを愛し私たちがそれを受け入れ福音を受け入れ自分のものにするのであればその従うということを遅らせることなく今私たちはそれ従うことができるかと思います最後の適応ポイントというのは皆さんがもしデボーションの生活など遠ざかっていたのであればデボーションの生活また聖書を学ぶ意欲 情熱をぜひ取り戻していただければと思います一言お祈りいたします天の地なる神様今日は人の働き十七章前半を見ましたテサロニキアとそしてベレアでの御言葉を通して宣教の働きが前進したという話を聞きました御言葉を通して 本当にそれを理解することによって自分のものにしテサロニキの教会は地方の教会へも励ますの存在になっていきました模範を示す教会となっていきました私たちも御言葉を通して成長しまた良い福音の影響力を持つ教会になれることを願いますそしてベレアにいた人々のようにただ誰かカリスマのある教師 の教えだからとか有名な人の話だとかではなくて神様私たちを愛する神様の御言葉がそう語っている本当の真理だからそれを受け入れ信じますという純粋な信仰賢い信仰を持つことができますように助けてくださいそしてそれを通して分別力を持つその知恵を得られることを願います続けて私たちの教会が主の御言葉を愛し それにすぐに従えるそういう信仰を持った教官になれることを願います感謝しイエスキリストの皆によってお祈りいたします